Ooh, pretty sure this is... No, Piccolo's planet or Frieza? Begin! Vata! Jeez! I know the name of this planet. Herida! Oh, he's already defeated. What? Oh god. Goku's face! Oh dear. Well, that's a way more awesome voice for Goku. To-san? To-san ga Ginyu ni? Eh, chigau. Ginyu ga To-san ni natte? Ah. すみません。どうか父さんをお願いします。Yeah, what the hell? I didn't think Vegeta was in that group. I mean, it's been a long time, but I don't remember him in that. Yeah, that's right. The purple one's Ginyu. Okay. Begin! Vata! Jeez! Gurida! Ginyu!I'm just gonna say, stupid as shit for Vegeta to do that. Completely out of character. Okay. Let's do this. お前たちがじゃんけんで決めろ。そりゃないですよ、ゲニュー隊長。ずるいっすよ。うるさい！おい、グルド！お前はフリーザ様にドラゴンボールをお届けしろ！いいな！わかりました。なんか今日、隊長機嫌悪いな。すげえ。あいつの強さもやばいけど、ベジータもやっぱとんでもねえやつだったぜ。でも、なんだか様子がおかしくないですか。父さんの様子も気になりますが、今一番警戒すべきはギニューです。本来ならギニューはここで戦うことはないはず。すでに歴史の改変が起きてしまっています。怪しい気を感じます。ナイス。お前は何者だ。俺とベジータの勝負。気を解放しろ。お？こいつは意外だったな。あのチビたち戦闘力が1万を超えやがったぜ。こりゃ面白くなる。アンダーウォーダー。宇宙船でやったイメージトレーニングを思い出せ。確かに皆さん強くなっています。そうそう。ですが、ギニューとリクームが相手は厳しいでしょう。なんとか、皆さんを守って敵を倒してください。このベジータ様を舐めるな。やはり、父さんからも怪しい気配が。父さんの力が増しているのは、このせいなのか。だから、改変された歴史では、ギニューは父さんとボディチェンジ。
そろそろ飽きてきたかな。 This awesome showing. もう終わりにしていいか。リクエム、ウルトラ、ファイティング。あぐわ。悟空、お父さん。何者だ。お父さん、倒したの？嘘だろ？いくら身内だったからって。どういうことだ？なんでもない攻撃だったはず。リクエムも一撃。やっぱり悟空さんはすごいですね。あいつはオーラが食い止める。クリリン、ワン、おめえ、ドラゴン。お前たち、誰が手をかけと言ったか。しかし隊長。ほら、向こうも二人ですし。それに。あらま、とっとと肩をつけるぞ。はい。何を笑ってるんだ。貴様が強いからだ。ん？チェンジ！え、いけない！What？ なんだ？まさか、こんな形で歴史が変わってしまうなんて。ひとまず落ち着いてください。大丈夫です。きっと元に戻れるチャンスもあるはず。キングは悟空さんの体を狙っていたわけです。ジーサー！はい！貴様、なんてことをしてくれたんだ！すいません。同じサイヤ人でも、あの体とは潜在パワーが違うのだ。すみません。なんだか様子がおかしいな。さっきまでと違うし。おい、まさかおめえ。さすがは悟空さん、気づいてくれたようですよ。なんかよくわかんねえけど、あっちなんだな。よし、おっとっと、かかってこい。スパイ、今度こそあの体を手に入れて。な、ちょっと頼みがあんだ。ワンとクリリンを追ってドラゴンボールを探してきてくんねえかな。この姿なら、奴らの宇宙船にも堂々と入れんじゃねえかと思うんだ。おめえなら信用できそうだし、頼む。なるほど、それはいい考えです。行きましょう、宇宙船に。あなたの体のことを少し気になりますが、悟空さんならきっとうまくやってくれますよ。頼んだぞ。スペースシップスニークミッション。 What's with the music?Jesus. Hi! どういうことだよ。
ちまったって。マジかよ。お父さんに頼まれて僕たちを助けに来てくれたんですね。お前いいはずだな。ドラゴンボールはあと3つだ。まドラゴンレーダーもあるしすぐ見つかるぞ。お前ら隊長。まずい。隊長どうしてここに。朝鮮に隠しておいたドラゴンボールが奪われたことがバレちまったのか。隊長にお仕置きさ。隊長痛いですよ。クリリさん誰かこっちに向かってきます。おい二つの気を感じるぞ。一つは悟空きっとそうです。でももう一つはわかったぞ。お前大将じゃねえな。大将チェンジしたのか。Oh dear. Miruki Cannon! Pretty sure I missed. Oh dear. Krillin-san! Someone will come here!おい2つの気を感じるぞ。1つは悟空か。きっとそうです。ガッチャ。くそ。お前らはこいつらの相手をしていら。はい。おいグルド様。あいつ逃げやがった。でも今はドラゴンボールを集めるのが好きですよ。そうだな。とりあえずここを片付けるぞ。Fighting pose A. Excuse me, stop that. グルド様逃げちまったぞ。グルド様そういうとこあるよな。仕方ねえよ。いつだって使い捨てられるのは俺たちだ。給料上がらねえかな。生きてたらな。お前たちそれをどうするつもりだ。おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ。あいつは本当に入れ替わってたんだな。ドラゴンボール集まったみてえだな。サンキュー。 That was a bit too fast. I'm too powerful. 今度こそチェンジ。今です。ナイス。またしても貴様でしょ。 Yeah!
デカしたグルド。チェンジ。しまった。Oh dear. よし、大丈夫です。ちゃんと元に戻れましたね。そんな、あれがお父さん？何が起きてるんだ。悟空さんと義乳が入れ替わるのは正しい歴史だぞ。あとは義乳を倒せば全て歴史は元に戻ります。よし、いいタイミングだったぞグルド。グルド、突っ立ってないで貴様も戦わんか。やばい、貴様の相手はこの俺だ。ベジータが警察に支配された。たかが猿一匹風情に触れるなよ。格の違いを見せてやる。調子に乗るな、この無能が。俺のそばで息をするなと言っただろうが。無能かどうか今度こそ思い知らせてやる。この檻が低俗な猿野郎のさ、猿野郎の猿野郎の頭に来るぜ。貴様に言われちゃおしまいだ。Oh God.とどめだ。死ねえ。チェンジ。シュート、間に合ってくれ。どうやら元に戻れたみてえだな。What's with the flashing? くそ、今度こそ。これだ。チェンジ。もうはいかねえぞ。That's funny. Kanga, いいわね。あなたよね。私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。Oh dear.こいつらは、こいつらが歴史を変えている奴らでしょうか。そう、こいつがずっと俺たちの邪魔をしているのだ。そうみたいね、ミラ。せっかく私たちが面白くしてあげてるの。ばっかりだわ。でも、あなたがギニューと入れ替わっていたのも、なかなか傑作だったわよ。これは、もう間違いないからだぜ。この二人が今回の犯人です。Combos for days. Perfect. こんなものか。期待外れだ。Is that all? I beat your ass. もう終わりだ。安心しろ。お前のエネルギーは俺が使ってやる。待って、ミラ。ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて私たちに立ち向かうなんてできるわけないわよね。そう、だんまりなの。まあいいわ、ミラ、もう少し放っておきましょう。
I don't want to hear that from someone whose lips don't move when they speak. いいでしょ。どうせあなたにとってはただの雑魚よ。大したエネルギーにもなりゃしないわ。今はまだ。ね。さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだけ生かしておいてあげる。でも私たちの邪魔をしたらすぐに消えてもらうから。She didn't even say little man. I was waiting for him. 今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。I was waiting for a word like boy. お疲れ様でした。今回も見事な戦いぶりでしたよ。これで歴史も正しい流れに戻りました。ようやく見つかりましたね。歴史の改変を生み出している二人組が。トワとミラ。そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。その影響で歴史が間違った方向に。あいつら、一体何者なんでしょう。特にあのミラという男はただ者じゃなかった。暗黒魔界の住人よ。あなたたちの時代よりはるか未来のね。時の海王神様。トアは暗黒魔界の王ダーブラーの妹よ。ダーブラー。そしてミラはトアが作り出した最強最悪の戦士。あいつらは様々な時代のエネルギーを奪うことで暗黒魔界の封印を解くつもりよ。封印が解けたらどうなるんですか。世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も宇宙も時間も無事には済まないでしょうよ。そんなとんでもない奴らじゃないですか。いなくならないものね、悪人って。以前時の巣を乗っ取って時空を支配しようとしたとんでもない奴がいたんだけど。この気配は。そんな、早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。とにかく様子を見てみましょう。準備ができたら声をかけてください。さあ、マーションブー。